どうも、くまと申します。麻雀やってきます。よろしくお願いします。でやっていくのは、姫麻雀というゲームソフトでやっていこうと思います。まあ、現在レーティングが1525の初段、一律が 44%、平均順位 2.02 という形となっております。まあまあまあ、ドラを生かす形にはしたいっすね。で、単のみでもいいね。単のみでいいっすかね。単ドラ2でいい気がする。と思ったらチュンが来るか。まあ、チュン、ドラ2かな。じゃあ。まあ、うまくいけばチュンドラ3でいい感じになれると。ただ、チュンが泣けるかどうかというのは結構怪しいラインですね。まあ、白髪の入り方にもよるな、これでも。うわ、トンか。まあ、ちょっともったいないね。ダブトンなんで、トン切るのは結構微妙な判断かもしれない。まあ、第三元は厳しい気がするんで、まあ、素直に行くなら、白チュン切っていい気がするんですが。うん、ここなんか集めてるね。マンズ集めてんのかな。あー、これチュン来ない可能性あるな。巡ってこない可能性がある。初ステー、初ポン、これ白捨てましょう。さあ、こっから殴り合いっすね。できればサブローピンチーして転敗したい形ですが、うん、まあ、スーマンポンがすごい微妙だよな。スーマンポンはマジで微妙。マンガンって自ら潰しに行っちゃうんで、これはマジでポンしたくない。ただ次スーマン来たらポンっすね、さすがに。うん、まあしょうがないかな。どっちにしろローンはなかったんで。これまたハイパイ微妙っすね。見えるのって、何が見える、これ。一通、三式、三式見えないけどな。もうちゃんた、ちゃんたも見えないな。なんかハイパイは特に何も見えない気がする。ああ、これで三式がちょっと見えるか。うわ、マジで微妙。ちょっと初は取っとこうかな。まあ泣かれてね、なんか手進められるのも尺だし、逆にこっちが今手を進められない状態なんで、あー、まだ1通目を残しとく。
ピローンと。ああ、これで3式目かなり濃厚っすね。3式濃厚だね。ああ、3式でいいかな。で、3ピンが1枚切れてて、2万は切れてないと。まあまだちょっと1通目あるからな。1通目はあるっちゃあるけど、迷いどころといえば迷いどころだよな。9ピン2枚切れ。ああ、これで1通も3式もなくなったな。1通も3式もなくなりましたね。3ピン枯れなんで。で、こうなると、まあ、イーシャンはイーシャンなんですけど、まあ、イーシャンでもないか。リャンシャンなんですけど、まあ、ちょっと遠いっすよね、普通に。頼みですね。なんか無理やり、親なのに泣いて頼み作るってのがちょっとよくわからないけど、まあ上がれればね、頼みは強いんで。なんかあんまこれも打点が高くなさそうですね。初1枚目はスルーします。まあ一応、本一とかが見れるように、一層は最後に切ろうかなと思ってますが。ちょっと打点上がんないっすね、これ。じゃあ初飲みで上がんのもしょうもないんで。ちょっと初飲みではあんまり上がりたくない感じっすね。リーチかけられた時に逃げ牌少ないし。これ一品じゃない、イースを捨てて、まあ、チュンの灰を見ましょうか。ただ、一枚切れなんでチュン、ほぼほぼ入ってこないかな。こっから打点伸びるってどうやって伸ばせばいいんだ？ほぼほぼ伸びない気がする、こっからは。ドラギリ、恐ろしい。いまいち何狙ってか分かんないですね。ドラポンしたはいいけど、何があんのかな。白とか持ってんのかな。白髪ですかね。ちょっと出が遅いんで、初飲みで上がりたかったんですが、まあしょうがない。トン飲み。まあ飲み手、飲み手個人的には基本意味ないと思ってるんで、スルーですね。まあ、当たっても痛くないし。これ1つ見えますね。本一1つ。本一1つが望ましいけど。初きれい。
ペイ切れですね。ほぼほぼペイがない。お、本一一通したかったのにピンズが来ないね。ハイパイ結構多かったんだけど。まあ、ちなみに本一とか染めても個人的には弱いと思ってます。っていうのも、結局ここの人が上手ければ、上がれないんで、こういう手って。しかもこうやって詰まるとね、マジでやることない。ビーチ。うん。まあ、ペイ切りからスタートしていきますか。うん。何切っていいかな。本一一つ見えるんだけど見えるっちゃ見えるんだけど、イーマンが抜けられるかどうかがよくわかんないんだよな。これどれか切っていかないとダメですね。まあ結果的にはどれも当たんなかったけど、逆に言うとどれ当たってもおかしくなかった。マンガンって素晴らしい。ああなんか微妙いな。まあ、チュンは残しとくかな。ドラだし。薬杯だし。ちなみに現在は、この状況だと、何も薬が見えないですね。トンが、ほぼ、安牌になりましたね。今更来ても遅いってやつだな。ああ入りはいいっすね。まあチュンはもうギリギリまで捨てられないな。これチュン、ああもったいないけど、でもこれチュン泣かれてマンガン確定されるよりはギリギリまで捨てない方が重要なんで、まあ本来であればチュンを捨ててればここでリーチかけられたんだけど、リーチかけたところでリーチドライチっていう微妙な牌、微妙な役の状態でチュン泣かれてマンガン確定される方が、まあ個人的にはめんどくさいんで。まあこれはさすがにリーチ。まあ泣かれてもいい。まあ、リーチドライチ。リーチドライチスモスね。
マンズの一通がちょっと見えるかな。マズの一通ちょっと見えるけど、ちょっと期待薄かな。なんかちょっと難しそう。まあ頭あるんでここはいらないっすね。すごく素晴らしい。でこうなるとほぼほぼ一通しか見なくていい感じだと思うんで、チュン残しですね。リーチかけられた時用のチュン残しでいいと思います。まあ一通ドラに泣いて一通ドラにでもまあ悪くはないかな。ただ泣くならローワンで泣かなきゃいけないんで、まあなるべくリーチはかけていきたいけど、これなんか泣き予約とかできればいいね。まあ一応泣きローマにての一通作り。まあ親なんで突っぱねていいと思う。行きましょう。大きいっすね。ハネマン。微妙。なんかいまいち何も見えない。まあ本一無理くり本一はちょっとバカらしいんで、すげえ早い段階でハッキってくんな。ハイがいいか。おお、なもったいない。一枚切れだったから切っちゃったけど、何があればね、なんていう役が見えたんだけど。まあ、3式が見えなくもなかったのか。これすっぴん切りミスかな。3式を見とくべきだった、ワンチャン。なんかそんな気がするね。
あ、これもミスな気がする。あ、なんかちょっと集中できてない気がする。リーチ。はあ、まあ、ここは今1位で結構圧倒的状況なんで、別に脳天でいいっすね。すごい攻めんの。ってことはここもちょっと怪しいかな。でもなんだかんだ形になってはきてる。あ、もうこれほぼほぼ1位確定ですね。この肩がちょっとへこみすぎてる。まあ、これはもう安手でいいんで適当でいいと思います。とはいえよ、あんま泣きすぎるとしょうもない手で泣きまくって辛くなるんで、一応本一は見とく。まあ、チュンのみ、まあ、うまくドラ絡ませてるのかな。じゃあ早めにテンパりたいですけど、ちょっと待ちが悪いね。あー、やっとテンパれたな。まあ一応この残り30までにテンパれれば OK っすね、早手の場合は。うんうん、順飲みか、すごいな。まあこれはありがたいね。最下位が順飲みで上がってくれるって。マジで何の意味もないけど。ただ、自分としては、1位の身としては嬉しいですね。早く回してくれるんで。
さあこれもチュン来たらチュン泣いちゃっても即いい気がしますね。まあ最終的にドラが不要になったらドラ切りでもいいかな。じゃあチュン1枚目スルーしましょうか。ここでいい枚引いてきたらもうチュン切りでいいです。むしろじゃあチュン泣こうかな。うん、これチュン出ない感じ、チュン出ない感じがすんな。間違った。間違えましたね。今のはパソリーチですね。やるなら。しかも間違って上がられるっていう、しょうもない。まあ、ちゃんたかな。ちゃんたでいい気がすんな。いや、上がんなくていいかな。上がらなくていいかもしんない、この曲。なんなら。染めすか。恐ろしいことするね。この曲は上がらなくていいかな。それでいいや。初切りません。あ、初切っていいんだ。今のリーチできたけど
リーチ。リーチする必要がない。ということで1位ですね。以上、クマでした。バイバイ。